もだらけです。今日もそばむすきやっていきたいと思います。今日はビットコイン、イープ、イーサリアム、OMG コイン、IOS、TNEM の方やってまいります。今日は、どちらかというとプラスに転じてきているのが多くて、ただですね、ちょっと調整を始めている感じですね。一昨日ぐらいのね、強い下落に対して、強い反発があって、その強い反発に対しての今調整っていう感じです。はい。で、今日記事をですね、記事を一つと、で、もう月末ですので、全体的なね、やつをね、記事の見出しを見ていこうかなというふうに思います。まずはですね、直近で出てるのは、このアバランチとはっていう話です。このアバランチっていうのは、まあ、イーサリアムみたいにですね、新しいプラットフォームですよね。まあそういったので、まあイーサリアムの、対抗馬となるものがね、いくつかあると思うんですよ。まあ最近で出てきたのが、まあそのシンボルトークンもそうですけども、そういったのと、あとネムもそうですよね。そういうふうにイーサリアムの対抗馬として、言われている中で、このアバランチっていうのが、まあ今後ね、出てくるんじゃないかっていうふうに言われているという記事です。で、まあこれは反発ですね、下落してから反発してこれが上昇トレンドになるかという記事ですよね。マネックスの成長ドライバーに、コインチェック、これ私も使っている取引所ですけど、7月から9月の、利益が48億円ってすごいですね。仮想通貨 ETF 承認のため条件を公開。グレースケールの世界最大のビットコインファンド、7月以降に ETF 化か。フォビー、中国から撤退の一環で、仮想通貨デリバーティブ取引を停止。まあ、決算時期にね、入っておりますのでね、こういうマネックス決済発表、コインチェック、新規事業が、増益に貢献とかですね、いろいろありますね。マクドナルド初の NFT をリリースへというのもあります。直近近場で言ったらですね、マクドナルドが、中国のマクドナルドが、NFT のねイベントを開催するという記事がちょっと前にもありましたけども、まあこのマクドナルドのねこの会社自体も結構あの NFT とかそういう仮想通貨の世界にはまあ、どちらかというと好意的なねサービスを行ってきているなっていうのがわかります。はい。まあそんな感じですかね。うん。まあちょっと前ですとマスターカードね CEO が、導入すると、発言したやつも結構話題になりました。まあそんな感じですかね。まあめちゃんこ大きなニュースというよりは、まあ良きも悪くも、って感じですね。まあ、着々とこう広まっていっているなというの様子が伺えるやつです。そんな中でちょっと面白いね記事を一つピックアップしたいんですけども、コインテレグラフジャパンの記事になります。イカゲームに触発されたトークン登場、数日間で 45,000% の上昇、詐欺疑惑も浮上って書いております。はい。ネットフリックスの、人気ドラマイカゲームに触発されたトークン、スクイットゲームスクイットが、今週初めに登場し、数日間で 45,000% の上昇を見せた。しかし複数の投資家はこのトークンを売却することができないと報告しており、詐欺ではないかと疑いも出ている。ユーザーが、パンケーキスワップでこのトークンを売却できないという複数の報告を受けています。トレーディングする際には十分に注意 してくださいと、仮想通貨情報サイトのコインマーケットキャップはスクイットトークンのページで、警告している。コインマーケットキャップによると、パンケーキスワップはスクイットトークンを取引できる唯一の市場だ。スクイットトークンは 0.012 ドルから上昇し、記者時点で 5.71 ドルで取引されているというふうに書いております。まあまあ何はともあれですね、このイカゲームですね、僕も最近見てたので
イカゲームというね、海外ドラマがあるんですけども、アジア系の、結構面白いんですよ。はい、まあ、映画好きドラマ好きの方はねぜひ見てもらいたいですけども、イカゲームというね、まあ、面白いドラマがあって、それに触発されたトークンが出て、爆上げしている、まあ時代だなと思ってちょっとピックアップしたんですね。はい、まさに時代ですよね今これという感じです。はい、はい、ということで番数を見ていきたいと思います。今日のイーサリアムの価格は49万3000円を推移しております。49万3000円はい、で、番数が、68万5000、750イーサリアムですね。はい3380億ですか。はい、3380億の番数です。はい、もう3000億円台の大台には乗ったのかなという感じですね。はい、まあすごいですね。まあどん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 、またね、番数、まあ年末になると取引量も多くなってくると思いますので、まだ加速するとは思っております。はい、ということで4時間足ビットコインから、仮想通貨分析、相場分析やっていきたいと思います。一応ですね、この下落に伴ってこの平行チャンネルの中を推移していたんですけども、大きく反発して、ここのね平行チャンネルを上抜けしましたと。ただ、一旦ねここの717万円付近を推移して、ここですね、一旦調整のターンに入ったという形になっております。はい、でまあここの見方としては、ここのモヤモヤ期間がありますので、ここでしっかり買い支えられるかというところを直近で見とけばいいというか、言うと、いいと思います。はい、でこの下降ラインがありますので、ここを上抜けするかというのところが、まあ、まずは、直近のポイントになってくると、で今買っていけるのかっていう話になると、次の抵抗体というのが685万円、そしてその下に来ると、677万円と、まあ、この2つぐらいありますので、まあ、今もし買って、損切りを許容できる方はですね、一旦ここでリバった時にまた買います。落ちてきてリバったら買いますっていう風に、段階を追っていけばいいという風に思います。そしてここがね、このサポートに変わる可能性もありますので、はい。このサポート体と横軸のサポート体が、まあ、ぶつかってるというかね、まあ、重なってるところでもありますので、ここを下抜ける可能性よりも、この2つのどちらかでこうリバってね上を目指す方が、まあ強いんじゃないかなというふうに思っております。逆にですね、これがまた下に戻してきたぞと、平行チャンネルにここ戻してきたぞってなったら、平行チャンネルのこの下限ですね、616万っていうところまでの下落は一応ね見とかなくちゃいけない。まあ、ただ横軸で見たらこの辺の662万とか、この辺もまあ一応ありますので、まあここら辺で反発する可能性もあるんですが、まあ一応ねここが、平行チャンネルがねある程度寄与しているかどうかっていうのが、まあ一応ね今後の落ちてきた時はそれを見とく展開としてはっていう感じです。はい、で、まあ、買っていけるかというと、さっきみたいな、まあ、手法でいいと思うんですが、チャートの形としましては、まあ、不器用な形ではあるんですが、まあ、今落ちてきてですね、はい、ここ一旦落ちて、トップつけて跳ねたんですけど、今落ちてきてますよね。で、この落ち方がですね、一応ここの、663万円を下掘らない限りはですね、ダブルボトムの形を完成しますので、このダブルボトムの形で次の上昇ターンに向かっていくっていう風な見方がまた妥当かなっていう風に思います。そういった場合に、この616万のここのラインっていうのは非常に大事になってくるので、ここを上抜けたら、結構跳ねていくんじゃなかろうかというふうに思いますので、まあ、ぜひ参考にしていただけたらなというふうに思います。はい、じゃあ続きましてリップルですね。
リップルは三角持ち合いの、加減を少し下回ったんですけども、すぐに大きくリバったので、まあこれはね一旦多めに見たろうという相場になってると思います。そして、ここのですね、119円のこのラインですね、ここは非常に、硬いねラインにはなってると思います。この辺でね、サポートされております。サポートで、この辺ちょっとね、あの横ちょっと見にくいと思いますけど、この辺もねレジサポ結構されてるんですよ。でここもレジサポ、そしてまあちょっと過ぎたけどサポートっていう形で、まあ結構効いてると思います。ここでも実体戦レベルでね効いてたりしますので、はい、って考えると、この119円っていうところはまあ一旦ね、一つの目安として、サポート帯として考えておいていいかなというふうに思っております。で今じわ上げしておりますよねじわじわ上げてきておりますそろそろここ抜けそうな感じもね見えてきてますよね。はい、ですので、まあ短期的に見たこのラインですね、この短期的に見たこのラインをまずは上抜けるというところがまず一つ目の第一目標で、もう一つこのラインですね、このラインを抜けるのが第二目標になっております。そしてスエルのイベントっていうのが、大体、この辺で始まるわけですね。ちょうどこの三角持ち合いの先端部分、もう時間的に言うとあんまりないですよね。はい、ですので、まあ、今からね上がってきたとしても、例えばこの155円とかですね、この辺ぐらいまではまあ全然あり得るかなと思うんですけども、うん、もしくはスエルがですね終わったとしても、この三角持ち合いを抜い、あの上抜けしたぞというね、そちらの、まあそちらの方がですね、どちらかというとまあニュースっていうか好材料になりやすいんじゃないかなというふうに思います。はい、うん、もしかしたらこのスエルがねあんまりいい情報というか、まあ、全然ねファンダメンタルが出てないんですね。いい、ですので、まあ、なかなか上げにくくなっているわけですよ。で一回抜いてきたらですね、そっち外の抜いたぞというね、そちらの、情報の方が好材料になって、まあ、スエルはあるんですけども、まあ、こうスエル付近で少し抜けていって、でちょっとだけね落ちるんだけども、こっからね上昇が大きく始まっていくみたいなね、長期的に、まあ、もちろん年末に向けてみたいな、そういうね想定も一応ね僕はねしております。はい、でまあ落ちてきたらもちろんね、ここ三角持ち合い落ちたらまあもちろん悲観に走りますので一旦手放すんですが、ここみたいにですね一気にね落ちずに一気にリバルっていうこともありますので、まあそこはよくねいつも僕は言ってる通り、実体戦レベルでしっかり見極めて、落ちたからといってすぐに手放すんじゃなく、そこはねしっかりと見ていった方がいいよと言っていますけども、それをね実行していただきたいというふうに思います。はい、ですのでもう現物買いの人はですね、もう三角持ち合いの、まあ、できるだけ加減タッチのところで買いたいんですが、まあどうしてももう今ね乗り遅れたくないって方はもう今買っといて、一応この119円のねこの価格帯がまあ損切りライン、まあ僕だったらこのねこの加減タッチまで損切りを許容しようと思うんですが、そういったところをしっかりね、守れる方はですね、もう今から現物買いは買っていっていいと思います。まあ、FX ロング入れたい方はもう確実にこの、上限、この三角持ち合いのこの上限タッチで買っていくのがまあいいかなというふうに思います。はいということで OMG コインです。はい、OMG コインは長期的に続くこの上昇トレンドがあるっていうのがまず前提にあって、でこの下降ラインがこう引かれてるわけですね。で、今回下げ止まった場所っていうのが1431円のこのラインになります。ですので、この下降ラインと横軸で、このね三角持ち合いが決まっておりますので、バッチシねはまっておりますので、これはまあ、ディセトラですね、ディセトラになっておりますと。でディセトラの基本は上抜けですけども、まあ、短期的に見てもですねこうやって切り上げてこうやって上がっていってるわけですね。はい、でまあここのここを上抜けしたらですね一旦大きな上昇が来るんじゃなかろうかというふうに思うんですが、
まあ、直近でイーサリアムがねちょっと大きく上げてきましたので、あ、それに乗じてね OMG も上げやすくはなってきてるんじゃないかろうかというふうに思っております。でこの三角持ち合い11月の、11日ぐらいまでこのね先端部分ここね来ておりますので、まあうん、勝負は来月ですね。だからまあ月足がねこう更新してからですねどうなっていくのかというところがまあ見どころになってくるというふうに思います。はい。まあ僕はですね今ちょっと上げてますけど、ちょっとこうもうちょっとね一回調整してから、買っていくかなという感じです。まあもう一度ね下を試す可能性もありますので、今慌てずにね、買うというよりは今ちょうどここのねここのサポート帯で、価格がね上げ止まってるわけですよ、ですのでまあ一旦こうちょっと下げてくる可能性ありますね、こうやってね、ですのでここの下限タッチで買うか、ここも下抜けたとして、ここのね、1430円のここのサポート台で買うとかですね、うん、まあ慌てて買わずに、とりあえず、少しでもこう落ちてきて押し目を作ったところで買っていけばまあいいかなって感じです。まあいずれ上抜ける可能性の方が高いと、いうふうに思っております。でか仮にここを下抜けても、上昇トレンドは一応ここにね効いておりますというところです。はい。まあそんな感じですかね。うん。まあ10月はねどちらかというと結構みんな上げてきてるんですけどね、はい。11月に向けてのね下準備は結構うまく整ったんじゃないかなという相場です。はい。じゃあ続きまして、ネムです。はい。ネムですね。ネムは、今回の下落をまあ全てね、全戻ししてきたんですが、まあねまあこの1本の大きな、陰線に対してまあ結構ね何回も時間をね使って上げてきたという点を考えると、まあまあ上げる基調としてはまあそんなに強くはないというふうに思います。でこうやって見ると大きく価格がね動いてるように見えますけども、まあ言うて1円から2円ぐらいの上げ幅ですので、まあ大したね、値動きではないと、昨日も説明した通りこう日足で見ればわかるんですが、はい、日足で見たらねこの辺大きくなってますけども、もう今ものすごくね こんだけの間でね推移しているっていう感じで、まあ、全然ねボラティリティがね少ないわけですよ今。ですのでまあどちらかというと僕はね、すでに日頃、言っておりますけども、ネームは今長期ホールドで買う分にはいいんですが、うん、まあ短中期でね、トレードする、通貨では今ないよというふうに言っております。買っていくのであればですね今もう買っといていいと思うんですが、まあ注意しなくちゃいけないのはですね、まあ今価格は19円なんですが、まあこれ極端な話ですね、この10円幅ですね 9.5 円ぐらいですねのラインがあります。上がですね、26円ぐらいかな、はい、26.3 円というねこの、はい、この中で推移しておりますので、9.5 円から26円ぐらいですので、まあ、10何円幅ぐらいですね、があるわけですよ。で今ちょうど真ん中付近を推移しておるという感じになってますので、まあ、とにかくこの間でトレードしたいなっていう方は、まあすればいいんですけども、まあ、ただねほとんどこの上げ下げがないっていう状態を見ると、美味しくはないよねという感じです。ですのでまあネムを買うぐらいなら今シンボルトークンの方をね僕はおすすめしているっていう感じです。はい。じゃあ続きまして IOST です。はい。 IOST 4時間足です。で IOST は、直近で見た時に、この三角持ち合いをね形成してた、あここじゃない、三角持ち合いを形成しつつあったんですね、こうやって。で、下からもう引けてたこのラインがあったんですが、まあどちらかというと下抜けに終わっちゃったという感じです。
で、ここがこの加工ラインが裏タッチで今、レジスタンスに変わっているという、そんな段階ですね。はい。で、一応ね、このねラインですよね。ここは結構硬いんですよ。ですので、ここをしっかりね抜けてもらわないことにはなかなかね次の、大きな上昇っていうのは元、ないのかなというふうに思っております。で、この上昇波に対して、同じぐらいのね陰線もねまたね、調整幅として出ております。そこからボラティリティが、出来高がちょっと下がってきておりますので、まあ今からですね、まあ一応そのビットコインとか他の通貨が上がったり下がったりによっても少し影響はあると思うんですけども、チャートとしてはですよ、チャートとしては一旦ここの強いねサポート帯があったわけですけども、この 5.5 円、ここをしっかり守らないとやっぱりね次にはいけないですよね。はい、ちょっと見えにくいかもしれないですけど、ここですね、まあ、まさに今の価格帯です。はい、今ちょうどここなんですね。これは 5.54457 円なんですけども、まさに今のここで、まあ、今下ヒゲを、ね、大きくつけてこう買われてはきてるんですが、ここをしっかり上抜けしてもらってまたね信用度をねここでね押し目作ってこう信用をこう作っていかないと、まあ、なかなかね買いが集まらないよねという感じで、サブコインですので、はい、まあ、ただこの5円台をね維持しているっていうのは、まあまあ一つの、まあ、この歴史、この IOST の歴史的にはですね、今後10円台とか、そういったところを目指していった時に、強いねサポート体としてはですね、語り継がれていくであろうこの、うん、サポート体にはなってくるというふうに思いますので、まあ、とにかく今押し目をしっかり作ってもらいたいなっていうところです。反発に対して大きめのこの上昇でね、戻してきましたので、まあそこはいいとして、この三角持ち合い直近のところを短期で見たときに下抜けしましたので、次は横軸でしっかりサポートできるように動いてくれるかというところを見とけばいいというふうになっております。でサポートがねこうしっかりされているなというふうに判断したらですね、一旦そこで、買いたい方は買っていっていいかなと思います。まだ早いですよ。もうちょっと、時間見て、しっかりここでね、サポート、この 5.5 円のラインをサポートされているかというところをしっかりね確認できたらっていうことです。もしここでサポートできなかったらちょっとまた下を見る可能性がありますので、その時はですね、一時また見届けるっていう展開でいいかなというふうに思いますので、まあ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 しょうがないですよね。これサブコインはなかなか資金がね入ってこないと思います。今は、イーサリアムとかですね、ビットコインとかソラーとか、まあそういうね今ちょっとホットな通貨たちにね今資金が流入しておりますので、まあこれは仕方ないんですけどね、そもそも。はい、遅れた頃にバーンとはやってきますので、仕込みたい方はしっかり今のうちに、損切りラインを設定して、買ってくださいっていうところですかね。はい。まあ長期的に見たら全然まだね10円台目指して上がってこれると思いますので、長期で買いたい方は今はねチャンスかなというふうに思います。ということで今日も相場分析やってみました。僕が使っている取引所はビットバンクとコインチェックになります。コインチェックは今日も記事に、ね、なってた通り、まあ、結構日本の取引所の中ではものすごくトップを走っている、取引所だと思っていて、何がトップかというと取り扱っている通貨の量が日本で最も多いし、あとそのブロックチェーン技術を使ったですねいろんなトレーディングカードだったり、今後ねいろんな、そういうサービスを提供しております。で IEO といって、企業とタイアップして、先にねトークンを配って安くで買ってもらって、後々、パレットトークンみたいにね、値動きがあったら、まあ、皆さんの、ね、資金に貢献できるみたいなサービスだったり、まあ、いろんなものがそうやってね新しくサービスをやっている取引所ですので、まあ、ここはね登録してて間違いないかなと思います。でもう一つビットバンクなんですけども、まあ、ここはとにかく安い早いそして使いやすい
で、セキュリティ対策が、日本の取引所の中ではナンバーワン、アルトコインの取引量もナンバーワンと言われておりますので、まあ、ここはとにかく、まあ、やりたい方はですね、安くで取引したい方はもうまずここは必ず登録しておいてください。はい、サービスがいい IOST と、あ、IOST じゃない、サービスがいいコインチェックと、ね、ものすごく効率的で、使いやすい、ビットバンク、そんな感じです。はい、ということで、僕今日のね、動画が良かったと思う人は、いいねボタンと、チャンネル登録よろしくお願いします。あと、通知ボタンしていただくとですね、こういった相場分析の動画っていうのは、やっぱり時間がね、早ければ早いほど、有益なね、情報になりますので、まあ、遅くね、見たらね、このチャートっていうのは常に動いているものですので、生き物と一緒ですので、はい、新鮮なうちに見るのが、まあ、この相場分析の醍醐味かなと思っておりますので、ぜひ通知の方もやっておいてください。ということで、今日はね、この辺で終わりたいと思います。さようつー。